X-18 地上で試験を行う X-18。X-18 はアメリカ合衆国のヒラーエアクラフト社が開発した実験用 SVTOL 機。VTOL 方式はティルトウィングによるものであり、1機が生産された。主翼向き変更の連続写真アメリカ空軍,軍からの発注により、1955年から開発が開始された。 開発期間の短縮のために、機体は C-122 輸送機の胴体部分を流用しており、エンジンについてもコンベア X ファイア、ロッキード XFV と同じくターボプロップエンジンを用いている。ティルトウィングであり、エンジンが取り付けられた主翼は90度上向きにすることができる。それにより、水力を直下方に向け V トールを行う。主翼には、 ターボプロップエンジンが2機装備され、二重反転方式3羽のプロペラが用いられていた。この他、低速時のピッチ制御用にビブにターボジェットエンジン1機を装備していた。1957年からは模型による風洞試験が行われていた。その後、1959年11月24日に初飛行している。その後、 エドワーズ空軍基地を中心に試験飛行を行った。1961年7月の20回目の試験飛行の際にホバー状態に移行する際に切り揉みに陥り墜落はしなかったものの飛行試験は中止された。その後は地上試験によりティルトウィング機の特性の調査が行われ、1964年1月18日に計画は終了、機体は スクラップにされた。なお、X-18 は、繊維飛行や垂直離着陸には成功していない。X-18 により、ティルトウィング機においては、左右のエンジンの同調が重要であること、低速時における風の影響を受けやすいことなどが判明し、XC-142 や V-22 の開発に生かされた。ありがとうございます。